7月19日、松山市大手町の愛媛新聞社で、松山市議会7月例会が開かれました。会では、市議の偉業の継承や、市議と交流のある人物の研究などを行っていて、毎月開かれている例会では、研究の発表や講演などが開かれています。この日の例会には、松山市議会の会員などおよそ40人が参加しました。松山極道会加藤幸男事務局長は、市議の友人でもあった柳原極道について講演を行いました。柳原極道は、かつて、正岡市議を生涯をかけて、検証した、松山出身の俳人なんですが、生誕150年、没後60年を経過して今、その功績、柳原極道自身が忘れ去られようとしております。そういう危機感もありまして、今一度その極道の功績を知っていただきたくて、今回講演させてもらいました。また松山市議会戸田正和常任理事は、俳句甲子園の歴史について講演しました。俳句といえばどうしてもなんか中年後年あたりの方が頑張っておられる、作っておられるというふうなイメージが強いかと思うんですが、そうじゃなくしても若い高校生こそ俳句を頑張ってほしいと、高校生にしかできない、高校生だからこそできる、そういう俳句というのがあると思うので頑張ってほしいと思います。次回の市議会は8月19日13時30分から愛媛新聞社1階ホールで行われます。会員以外のご参加も可能です。式にちなんださまざまな話題に触れることができる式会、興味のある方は参加してみてはいかがでしょうか。